京都仏立ミュージアムの展示イメージ。京都仏立ミュージアムの展示イメージに京都仏立ミュージアムの展示イメージ正面。京都仏立ミュージアムは、京都府京都市上京区にある美術館。日蓮門下京都最古の有生寺を本山とする、本門物立宗を運営母体とする仏教系ミュージアムである。京都仏立ミュージアムでは、千年の都京都の町で生きた仏教に出会うをテーマに、 国宝級の仏像や絵画を所有しておらず、京都の古刹に期待するような庭園やガランを見ることはできないと明言し、躍動する仏教を紹介するのが基本的な運営方針である。母体となる本門仏立宗は、幕末の京都で活動した僧侶、長松清風日誠を開祖としている。日蓮も祖師として、その教えを伝える本門法華集で出家後、 形外化した仏教と一線を隠すように当初は在家神道を中心に本門仏立校を開いた。政府は仏教を民衆の手に取り戻し、主上救済という仏教本来の使命を果たそうとすることで後に幕末、維新の仏教改革者と呼ばれるようになる。政府は現在信仰型で生きる人の中で息づくべきものが本来の仏教であるとして、 活動を行っており、そうした意味から生きた仏教と歌っている。本門仏立校は戦後すぐ独立し本門仏立層となり、現在まで政府の精神を受け継いでおり、京都仏立ミュージアムも生きた仏教を体現するミュージアムとして運営を行っている。展示では宗派の教えを展示するのではなく、混迷する現代に光を当てる展覧会の開催を目指し、 政府の思想や言葉を遺品と共に伝える、常設展示と歴史、文化、時事的なテーマなどを取り上げた企画展示を年数回企画し開催している。他にも21世紀の寺小屋を目指し、生涯学習支援プログラム、寺小屋スコラという講座を開講している。生きるを学ぶをコンセプトに、仏教をテーマにして様々な分野の講師を招き、 仏教の視点も加えよりよく生きる知恵を発信している。また、子育て支援プロジェクトを推進しているほか、校内では、毎月25日に、本門遺産アート市という手作りを開催し、地域活性化の拠点として賑わっている。 2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、障害学習支援プログラム、テラコやスコラ展示スペースに固定した壁はなく、展示テーマによって、レイアウトや形態をフレシキブルに設定し、多様な展示に対応する構造になっている。会議室、談話室などの施設は、無料で、 貸し出しが行われている。館内には車椅子用トイレ、おむつ替え台、授乳室が完備されている。ありがとうございます。